千葉県沖で相次ぐ地震に関して政府の調査委員会はスロースリップが起きているとして今後、震度5弱程度の揺れが起こる可能性があると注意を呼びかけています政府の地震調査委員会は昨日、外房沖で地下のプレートの境界がゆっくり滑る現象スロースリップが発生しこれに伴い地震が相次いでいるという見方を示しました。 付近では先月26日から震度1以上の地震が27回発生しています。調査委員会は、こういった地震は外防起で数年に1度起きていて、今後しばらくは震度5弱程度の地震が起きる可能性があるとしています。